こんにちはーす。100人マリオチャレンジパート10までやってまいりました。さあ、なかなか動画が撮れる時間が取れなくてね。こんな深夜に、深夜っていうほどでもないか。もうそろそろ寝る時間なんですけど、23時に動画を撮ってる自分がすごくレアなんで、びっくりしています。100人マリオチャレンジのね、ストックだけどうしても作れなかったんですよね。いつもね、土日で大量にブワーって撮る人なんですよ。それが、危ねえ死ぬ。話しながらだとなかなかやりづらいもんがあるね。それがね、ちょっと今回できなかったんですよね、今週に限っては。おかげでとても苦労してます。今週やばいだろうな、ほんとに。嫌な予感するわ。これは被弾したら罪なんだよ、気をつけんと。危ねえ。ジャンプして強引にかわして、道を作れ。避難したらダメなんだ。アウトなんだ。やべ。まだキノコならいいけど。いや、あいつは倒せねえのか。なんだ。落ち着け。俺落ち着け。やべ。いや、壊せないことはねえんだ。大丈夫だ。危ねえ。やべ。死ぬ。危ねえ。待って。死にかけた。全然話してる余裕ね。まだ続くのか。まあそうだよね。続くよね、そりゃね。また乗れと。あ、俺も壊せるんだ。ドン。大丈夫かな、今週。ちょっと嫌な予感するな。早くも被弾した。ちゃんと100人マリオチャレンジの動画出せるかどうか。あ、出してなかったら、あれです。結局取れなかったんだなっていう風にさせてもらえると嬉しいでーす。あぶねえ。あ、なんか落ちちゃった。M9。さあ行きましょう。
まずいね。どんどん減ってくね。初見殺し系ステージにちょっと当たりすぎちゃってるな。まずいな。おっとっとっと。単純なアクションステージ。おっと、そっか。スピンジャンプがねえんだ。忘れた。思いっきりスピンジャンプで進んでました。はい。いけるとこまで。これは、こうで。よし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 。死ぬっけ？変な角度から当たると死ぬよね。ここら辺要注意っすね。特にこの月。ここだな。ここ注意だな。ヨッシーだと斜めあたりの判定があるからな。気をつけないと。よしよし。で、裏ステージに来て、乗ってきます。うわ、ダメだこれ。うわー、死んだ。避難覚悟で、乗っとく？いや、無理だな。うわ、急に出てきたらもう、死なざるを得ないな。ダメだ、ジャンプ。あぶねえ。落ち着いて。落ち着いて。やったー、ゴールだ。しまった、スタートでは多分1アップだったろうに。ただ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 時間を取られてる。無理のない難易度。ああそうなんか。どうしようもないかな。いや、動きがとろいから意外となんとかなるかも。おお、キノコか。助かるな。なんでのこのこのこジャーンプ倒そっか。踏んでけってこと？はい。下に行けですね。いいんすね。でもこっちから行けますね。と。おぶね。花ちゃんに乗るのか。あぶね、おしおし。ん？はい。はいはいはい。はいはい。はい。うん。やべえな、続くな。投げんだな、中間ある。これは助かるね。やべえ、早くも食らった。これは？取る！とりあえず右下に進んでいくのは間違いないだろう。クラゲか。こいつは動かないんだよな。こういうコースあったな。動かない相手には食らいたくないね。ちゃんと道筋は立ててくれてるけど、そうか。しまった。踏んじゃダメなんだ。うん、回された。おお、危ねえ。とにかく踏んじゃダメ、危ねえ。行き過ぎた、今。水面は俺の、あ、ダメだ。これも叩くのもダメだな。やめとこ。ここで、三択？なんか、やめてくれ、三択とか書くな。じゃあ、コード学上の位置は右でいきます。あ、じゃあ真ん中で。よし、クリアっぽい。よっけー。じゃあ、もう一コースやって終わっとくか。いや、マジか。なんだこれ。ありがたいこと、この上ねえぞ。マジか。と、お前倒す。多少強引だけど。下どうだったんだよ。OK。フラワー取りに行きたいな。ちょっときついな、でも。届かねえ。ギリギリ。コーラ使いてえな。コーラ使ってブロスを倒したいんだよな。ハンマーが、やばい。左から接近中。あぶねえ。ここだ。あ、ダメか。どうしろと。はい！よ
ぜ。いいよ。よし、乗って。もう一回回収して。いけ！ギリギリまで！雲使って。コイン！やばい、食らっちゃった、もったいな。どこまで行ける？ここだ。そうか、くれてんのこれか。来た来た来た。ヌナダダ！くらってわざとくらって無敵時間を利用。お、ラッキー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 池田、これはいいぞ。ちょっと上ちょっと上。よし、雲乗ってだいぶ楽できた。もう使えるものは全部使わねえと、むしろ上から行こうぜ。これはヒヤヒヤヒヤ、ダメだった。でも倒そこ、危ねえ。お前倒せ。よし、オッケー。ダメか、上抜き。誰や。おっしゃ、強引だけど。いやー、時間取られたな。100人マリオは当たっちゃいけないコースに当たるとこうなるからな。よし、お疲れ。じゃあとりあえず今回はここで終わりましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。